ガルワール王国は、北インドのガルワール地方を支配したヒンドゥ王朝。首都は、デーバルガル、シュリーナガル、テヘリー、プラタープナガル、キールティナガル、ナレンドラナガル1815年4月12日、イギリスと軍事保護条約を締結し、反王国となった。9世紀、ラージュプートのカナクパールにより、ガルワール王国が建国された。18世紀末、 ネパール王国の摂政バハドドルシャ派は、武将ダモダルパンで、アマルシンハタパに、西方遠征を命じ、24諸国を制圧した後、ガルワールへと侵入した。ネパール軍は、アクラナンダ川を越え、ガルワールの首都シュリーナガルにまで到達した。1792年、清し、ネパール戦争が勃発すると、ネパール王国はごく西に進出していた。 アマルシン派にガルワール王国と講和するように命じ、呼び戻させた。だが、ネパール王国は清は清と講和した後、再び西方に進出し、1804年にアマルシン派の軍勢がアルモーラー地方を越えて、ガルワールを制圧した。同年に王は戦闘で殺害され、1814年までネパール王国に領土が占領されていた。1814年、 イギリスとネパール王国との間にグルカ戦争が勃発するとイギリスはガルワールにも兵を進めた。ガルワールに行ったネパール軍はアマルシンハとその息子ラナジョールシンハタッパの下で戦った。その一方でガルワール王国もイギリス側で参戦した。1815年4月21日、ガルワール王国はイギリスと軍事保護条約を締結し、 イギリス従属の反王国となった。同年5月、アマルシン派は、イギリスと講和し、彼と息子の財産を保障する代わり、ガルワール地域の歳を英軍に明け渡すこととなった。1947年8月15日、インドパキスタン分離独立時、ガルワール反王国はインドへと併合された。ありがとうございます。